おはようございます。おはようございます。じゅんです。さやかです。お久しぶりのさやかちゃん。もう慣れてきました。慣れてきた、ね、はい、今日はですねアコーディアさんのカズサカントリークラブに来ております。はい。そしてですね今日はねちょっと紹介したい商品があります。はい。今日はですね音声型の GPS ナビ、はい、おー音声型です。音声型声が出るってことですよね。そう、この3種類と、うん、おさやかちゃんが持ってるこのレーザー距離計。なるほど。はい。あと、はい、練習器具のベスコンスイングバット、いろいろ何種類も長さとね、うん、色とね、あるんで、違うんですね、後で紹介したいと思うんですけど、はい。まあ、今日はこの商品をですね紹介していきたいと思います。そしてですね今日はスペシャルゲストをお呼びしております。さやかちゃんも知っている。知ってますかね。知ってる。初めましてかもしれない。本当。じゃあ呼ぼうかな。はい、お願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめましてはないでしょ。JPDA ドラゴンプロの松本一世です。よろしくお願いします。お願いします。一世くんといえば、うん、はい、もうドラゴンプロです、うん、生粋の、うん、一応最長飛距離何ヤードでしたっけ。最長は429ヤードというものが。すごくないですか。400ヤード超えってあんまりない。まあ、そうですね、ドラゴンプロでも400ヤード飛んだら優勝できるみたいな感じなかったっけ。そんな感じです。そんな感じですよね、はい、日本だと。確かそんな感じです。一世プロに、はい、今日はあの力をいただいてラウンドしていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。このボイスキャディは電源を入れるだけでゴルフ場とホールを認識します。じゃあ電源入れてみます。キャディ、はいはい、おお、これだけで勝手にゴルフ場とホールを認識してくれるので、なんか操作は特に必要ありません。あれ、あ、着きました。ゴルフ場を見つけました。工程を補正した距離をご案内します。こんな感じでゴルフ場を探してくれます。さやかちゃんはこの VC170、はい、一番多分ノーマルの、ノーマルの、はい、使います。はい、で一世プロが VC300A ですね。で私が VC4 というのをつけます。初めて。形が全然みんな違うっす、ね、あ、そうだね、うん、かわいい。ちっちゃくていいね、うん、あ、いいっすね、軽いっす。うん、何グラムでしたっけ。24グラム。分長と一緒。分長と一緒。これって今日右グリーンと左グリーン、右ですよね。あ、ブルブル。あ、右側のグリーンを選択しました。行きました。いけそうかしら。じゃあちょっとラウンドしながらね紹介をしていきたいと思います。はい、お願いします。僕はこのスリクソンの ZX というシリーズの2番ユーティリティで最初打とうと思います。それユーティリティなんですか。そう、アイアン型のユーティリティなんですよ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと久々だったから緊張した。ど真ん中。よし。右393ヤードです。早速使うじゃん。使いこなしてますね。まだスタートしてない。よろしくお願いします。お願いします。ナイスショー。いいね。真ん中。っていうか全種類おしゃれっすよね、うん、スタイリッシュで。おしゃれ、うん、つけてても気にならない。そう、軽いから帽子つけてるのに全然気にならない、うん、これこうじゃん。1番ホールセンター左グリーン123、右グリーン237ヤードすごい。俺実際こういうの初めてつけたんだ。あ、誰かさん、誰かさん。20ヤードです。3番ウッドです。あ、ちょっと待って、入っちゃった。すごいところ。
ます。9番アイアンでいきます。はい、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしいです。32メートル、めっちゃいいな、7万円買います。はいはい、この 300A はダブルクリックをすると、うん、グリーンのフロントエッジと奥のエッジまでの距離を教えてくれるんですよ。1回押すとセンターまで教えてくれるみたいな。でさっき聞いて次のホール試してみようと。でもいいよね、めちゃくちゃいいです、うん、うわー、下がすごかったです。思ったより1番からうまくいっちゃいました。たまたまです。うまい、いや、止まって、風もいっぱい、いや、うまかったですけどね。ありがとうございます。やばいな、土だよ。やばい。どうしよう、救い打ちみたいな感じでいくか。全然ダメだった。難しいですね。難しいね、土。よし。あ。ナイス。えい。今日オッケーあり。今日あり。最近 OK に対して厳しいんだよ。最近 OK に対して厳しいんだよ。ビクビクしちゃう。もう打てます。ドライバーのロフト角いくつか聞いてくださいよ。いくつですか？3です。3度？やばくないですか？どういうこと？もうこんなんですよ。そんなことある？まあ見る感じ右左危なそうですけど、僕は攻めます。おドラコンなんで。いいね。はい。本当にこれでいっちゃいますか？怖い、怖い。僕も怖いですよ。もう OB 怖いです。では行きます。はい、これ今長押しさっきしたので飛距離をセカンド地点に行って計測ができます、はい、ちょっとそちらもよろしくお願いします。引き抜いてもらうと自分もそれぐらい得意じゃないから。変な、また変なやつになるでしょ。さやかちゃんそれで振っちゃう癖あるからね。そうなんです。おー、ナイスショー。いいね。
さっきより飛んでる、うん、これはあの方向をね教えてくれるそういう機能がついてるんですけど、まずまっすぐ向いて長押しして横向くと、あ、これで90度これで90度向くと教えてくれる機能がついてます。今これで向けてるってことですか。まっすぐじゃん。よいしょ、いい球。え、めっちゃすごい。でも本当にまっすぐ向いてました。本当にまっすぐ向いてたよね。向いてた、こっちから見てても。なんかたまに見た目が悪いと右向いちゃったりするんですよ。それがないからいいです。え、これすごい。昔劇団ひとりさんが紹介してたやつ見ました似てますよね。似てるね。え、じゃあそれ最悪グリーンでも使えるってことですか。あ、そうだな、ストレートの時に、うん、私のやつはその向きを教えてくれる機能がついてます。じゅんちゃんのそれすごい。向きをさ教えてくれるってさ新しいよね。うん、しかも飛距離も教えてくれるんですよね。そうだね、全部ついてます。もう全部出るから、じゅんちゃん今日60台だ。やば、ラボ叩いてるけどスタートティーショットのいい武器ですね。うん、まだ250以上あります。5番ウッドで打ちます。のバンカーは越すかな。やばい、右だ。バンカーを避けて左の方が良かったな。残り256ヤードです、はい、3番ウッドの飛距離測りたいと思います。はい、お願いします。飛距離を測定します。おー、ナイス。完璧ですね。ありがとうございます。ましょう。はい、でこれでまた行ってから押せば何ヤードか分かるってことなんですよね、うんうん、自分の分かった距離がリアルに分かるっていいですね、うん、いい。しかもさ、さやかちゃんのやつはめっちゃシンプルなんだけど、うん、なんとお値段7400円。え、これですか。そう、7400円。そうで、飛距離も測れるし、うん、ヤードも何ヤードか分かるし、うん、そう。え、すごい、めちゃめちゃコスパ良くないですか。コスパいい。それもコスパの塊コスパの塊どういうこと。と言っても過言ではないですよねさやかちゃんの水平距離のみです、うん、でもこういうコースだったらよほどこういうのがない限り、うん、そこまで高低差ってあんま多分関係ないんで。あ、そうだね。なんかそこまでそんなに気にならないし、うんうん、っていう感じですかね、うんうん、手軽にセンター知れていいなって、うん、いいと思います。バンカーまで飛んじゃいました。バンカーまで入っちゃいましたね。バンカーにで、ここで距離を測ってるんですよね。これを今ティーグラウンドから測ってる。これを長押しします。おお、すごい。めっちゃ飛んでる。めっちゃ飛んでる。自分でもびっくり。自分でもびっくり。嬉しいです。すごくいい。やっと楽しい。確かに。で、から距離を普通にワンタッチすると。うん、右がセンターまで125ヤードで、で、ここでダブルクリックすると、で、右グリーン。手前までフロントエッジまで110ヤード、奥のエッジまで139ヤード、うんうん、センターまで125って全部教えてくれるという。すごいすごいすごいなじゃあちょっとセカンド打っていきます。はい、お願いします。じゅんちゃんのやつも同じ機能が。そうですね、同じです。さやかちゃんはセンターのみ。はもうセンターのみの高低差なし。なし、一番シンプルなパターンですね。50度でいきたいと思います。ちょい右ぐらいですね。さっき測った3番ウッドの距離を。距離は167ヤード。おー、飛距離は167ヤード飛んだっていう風にちゃんと
これが出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。泥がついていてどういう風に飛ぶか分からない。パターでちょっと保険かけて。センター149ヤードです。ちょっと時間あるから手前と奥もダブルクリック。3番ホール左乗りフロント135バック158右乗り135手前158奥。こんな簡単にね操作できてこんなに正確に距離、さっきから多分僕打ってる距離本当にちょうどぐらい、本当にぴったりなんだろうなっていう感謝です。最高です。ではピッチングウェッジでいきます。はい、真ん中打つ準備は整ってます7番打ってます。完璧、真ん中方向完璧。おお、ナイスナイスです。めっちゃいい、うまいな。みんなで違うことやってる。ボイスキャリーちゃんはこの距離も測ってくれます。すごい。あとね、音量調節もできるんで、今はちょっと動画用に一番大きい音量か、音量にしてるんですけど、普段はもうちょっとちっちゃくなって感じ。58で違う。もうちょっとだ。グリーンも乗ってなかったくらい左巻いちゃいました。なんとも言えない。惜しい。
ありがとうございます。時間差で。ありがとう。来た。え？おお、嘘。ナイスバーディー。ナイスバーディー。入っちゃった。いた。ナイスバーディー。ありがとうございます。めちゃ下手なのに入った。完璧でした。完璧だったね。完璧でした。ナイスでしたね、今ね。すごい。すごいね。さやかちゃん、ナイスバーディー。